負けないくらいにな。この二人は早いとは思ってたけど。まさか昨日から泊まり込んでたわけじゃないだろうな。張り切ってるんですね。ほんと二人らしいわね。みんな来たな。おはようございます。おはよう。あれ、一人遅れてるのかな。そりゃ遅れるといえばあいつしかいないだろう。高円寺さん。まったく、お前はいつもいつも待たせたな。これで全員揃いましたね。思いっきり楽しもうぜ。最大のファン投票で選ばれた超次元プレイヤー12人、その名を稲妻ベストイレブン。そして私、角馬王将と内門中学2年、角馬歩。この親子実況でお送りします。それでは選手紹介と参りましょう。稲妻ベストイレブンキャプテン、内門中学ゴールキーパー遠藤守、内門中学ディフェンダー風丸一郎だ。内門中学ディフェンダー桐野蘭丸、内門中学ディフェンダー名の原きな子、内門中学ミッドフィールダー松風天馬、内門中学ミッドフィールダー進藤拓人、内門中学ミッドフィールダー木戸優斗、前中学ミッドフィールダーアフロディ、内門中学フォワード高円寺修也、エンシャントダークフォワードシュー、内門中学フォワード鶴木京介、さらにスーパーサブとして遠藤カノン。この稲妻ベストイレブンを率いる監督はおなじみ響聖吾。それでは稲妻ベストイレブンに挑戦するチームの登場です。やあ、遠藤君。ヒロト。今日はヒロトじゃない、エイリア学園のグランとして君に勝負を挑む。来たー、時代も空間も超えて集結した超絶最強イレブン。ゴールキーパー、エイリア学園デザーヌ。ベストイレブン、今日この日3分で決着をつける。ディフェンダーはエクサルフリート、ビットウェイオズロック。全てを無にする宇宙最強の力、それは私だ。同じくザナークドメイン、ザナークアバロディク。俺は名もなき小市民、スーパー。同じくプロトコルオメガ 2.0 ベータ。今日はあなたたち軽くひねっちゃいますね。続いてミッドフィールダー、ザ・ラグーン、サリュー・エヴァン。未来の力、見せてやるさ。同じく、新帝国学園、不動明夫。起動くん、今日は敵同士だぜ。望むところだ。同じく、時空最強イレブン、フェイルーン。テマ、この試合、楽しみにしてたんだよ。はあ、俺もさ。続いてフォワードです、アンリミテッドシャイニング、ハクリー。やはり来たか、また戦えるな、スルフ。同じく桜花学園、バダンプスリード。俺は神をも食らう鬼だ。同じくアースイレブン、またたぎハヤト。
かったお前ら、後悔させてやる。スーパーサブにはリトルギガントロココウルプ。守る、君を倒したいって体中が叫んでるよ。お、来い。そしてキャプテンはミッドフィールダーエイリア学園グーラン。以上、その名も稲妻バトルイレブンだ。そしてこのチームにふさわしい監督はこの男しかいない。帝国学園総帥影山礼二。今日はよろしくな。どちらが最強のイレブンかはっきりと分からせて。お前にだけは負けない。そう力むなよ、白龍。さあ、ファンが選んだドリームチーム、稲妻ベストイレブン。対するは最強の敵として立ちはだかる稲妻バトルイレブン。この両チームによる熱き戦いが今始まる。キックオフ。ベストイレブンが攻め上がっていく。ほら、再び周囲グラントフェイをかわして攻撃へとつなぐ。次、いけー。バイシクル、そーっと。ドリルスマッシャー。あとゴールならず。ゾノーク、ザノーク様だろ。バトルイレブンの爆裂マッシャー。どうだよ、シャレと繋いでいく。通させるか。セレミットバースト、ゴッドハンド、ジョーン。止めた。やるな。なんと両チームとも一気にシュートまで持ち込んだ。お互い凄まじいスピードです。みんな気を引き締めていけ。アフロディ、こっちで。させない。レイが勝とう。また取り返す。ボールはまたまたバトルイレブンに行かせるか。渡さねえよ。任せろ。行かせない。振動神の角度、ファイヤーイリュージョン起動。アフロディ、神の指図か。いい度胸だ。天魔、はい。調子に乗るんじゃねえ。そよ風ステップ。アフロさん。アフロさんはやめてくれ。じゃあアフロちゃんでどう。悪いが、それも好みではない。じゃあ行くぞ。だから、D まで呼んでくれるかな。はい、アフロさん。フォワードを封じろ。攻撃力を削ぐ。ああ、任せな。ありがとう、5周年稲妻ベストイレブン。1点を追う、バトルイレブンからのリスタートです。白龍がドリブルで攻め上がる。白龍、行く。なに、バトルイレブン、ベストイレブンのフォワードをぴったりとマークしている。天魔に回せ。行かせないよ、フェイ。天魔、君とのサッカーやっぱり楽しいよ。フォワードが機能していないベストイレブン、中盤頑張るも相手のプレッシャーでなかなか攻めきれない。おい、
スなの？シュートだって打てちゃうんですけど。俺どけ、俺が通るんだよ。おりえおつまし、みなさまし。いいぞキナコ、やって。キナコつなげ。はい、キリノ開けろ。シュー、不動の膜を外した。どけ、ただ、見てるがいい。くらえ。シュート持ってるな。敵を褒めるとはな。相変わらずのサッカーバカだな。ここで前半終了。手強いね、バトルイレブン。ああ、でもこのチームだってやっぱりすごいよ。そうね、みんないい動きしてる。よし、後半はもっと走るぞ。相手にボールを触らせるもんか。その息だ。それちょっと言い過ぎじゃない？そんくらいの気持ちでやるってことだよな。そうですよ。みんな聞いてくれ。なんで？敵は俺たちを研究し尽くしている。奴らの裏をかくためにお前たちディフェンスに動いてもらいたい。ん？何をすればいい？シュートを打てなんて言わないだろうな。さあ、後半戦開始です。果たして勝利を手にするのはどちらか。早い。前半戦とは逆にバトルイレブンが圧倒的にボールを支配している。闇に飲まれろ。クラ流星ブレード。追加点はバトルイレブンだ。いい判断だった。褒めるぐらいなら一発で決めてくれよ。言うね。ここでバトルイレブン選手交代です。ゴールキーパーデザームからロココに変わります。あとは任せる。言っていいかな？3分で終わらせるって言ってたけど、あれルール上無理だよ。どっちが行く？絵から行く。高円寺か。何？いいぞ。まさか風丸とキリノの炎の風見取りか。それでいい。普段そう思わせるのがこっちの策だ。決めろ。やれた。爆裂スクリーン。だったけどね。僕が守るこのゴールは破れないよ。スマキド、うまく仕掛けたと思ったんだが。それ！おお！ヘッドボックスの上、ザナーク様の爆走だ！この野郎！邪魔だ！俺様の前に出るんじゃねえ！うちだ！じゃあ。なんとエンドー、ペナルティーエリアを飛び出してきた。エンドーさん、出るんじゃねえ。メガトンヘッド、
ちゃするんだな。ライモン最強キーパーのフィールドはペナルティーエリアだけじゃない。ここでベストイレブン選手交代です。週に代わって遠藤カノンが入ります。さあベストイレブンは松風を中央に持ってきた。この辺りで1点返さないと厳しくなる。どういく軌道。俺たちの後ろには遠藤がいる。そして監督はカノンを投入してきた。よし、やってみるか。バトルイレブンの猛攻だ。瞬きディフェンスを抜いてゴールへと迫る。何いいぞカノン、走れカノン、行くぞ。よし上がれ。ここでベストイレブン1点を取りにラインを上げてきた。カノンのワンツーをバトルイレブン止められない。天魔のスピードに俺以外のやつがよくついていけるもんだ。いけ決めろ天魔嵐竜巻。やったー、ベストイレブン同点に追いついた。これがベストイレブンの力だ。見くびるな。俺たちの力はこんなものではない。さあアディショナルタイムに入りました。残り時間わずかな中、決着はつくのか。俺たちが最強のイレブンだということを証明するよ。ウノ、あれやるぜ。奴らの牙抜いてやる。俺たちの力を思い知らせる。行くぜ。止める。魔神が反動。高円寺さんとできました。ダブルドライブ。ああそうだな。天馬、いいアシストだったぞ。ありがとうございます。結局負けかよ。俺たちが負けるとはな。悔しいけど、でもすっごく楽しかった。遠藤さん、俺まだまだ走り足りないです。今度は全員でやりましょう。サッカー。お、全員でか。はい。全員って今までに何百人いると思ってるんだ。今日出られなかった仲間も戦ってきた相手もみんなでやったら絶対楽しいですよ。よし、その日を目指して特訓だ。はい、俺も特訓します。次はみんなでサッカーやろうぜ。稲妻ベストイレブン、今日の格言。今度はみんなでサッカーやろうぜ。以上。稲妻イレブン情報企画。超次元サッカーでてっぺんを目指せ。稲妻イレブン。今回はこれだね。
そう、新登場だ。打ちまくれ必殺技、超次元サッカーカードバトルだ。稲妻イレブンアーケードドリームバトル、早速やってみよう。じゃあこの AC カードでバトルだ。それからこれがクラブカード。クラブカードには君が遊んだデータを記録できる。バトルする相手が増える。自分の分身のアバターが作れる。そしてこのクラブカードが玩具と超ランド。稲妻イレブンアーケードでクラブカードを使っているとイレブンライセンス、イレブンバンドと連動できるのだ。100円売れてゲーム開始。クラブカードを読み込む前に玩具を連動させるぞ。イレブンライセンスと連動させるとレアリティごとにいろいろなアイテムがクラブカードにゲットできるぞ。イレブンバンドを通信モードにして連動させると経験値とカスタマイズパーツがゲットできる。さらにイレブンバンドにはシークレットキャラを相棒としてもらえるぞ。よし、クラブカードも読み込んで先に進むぞ。早速 AC カードが出てきたぞ。やったー、稲盛アストだ。いよいよバトル、君の攻撃だ。カードを動かしてパスの順番やシュートする選手を決めよう。タイミングよくボタンを押してボールインパクトバトルに勝利せよ。バトルに勝つとイレブンパワーがたまるぞ。このイレブンパワーが高いと強力なシュートを打てる。ボタン連打でシュートを決めろ。よーこー、必殺技決まったぜ。君もカードを駆使して必殺技を打ちまくれ。宝トミー、何がいた、ファイヤーボレー。一緒に特訓しよう。イレブンバンド稲妻ジャパンモデルセット、アーケードとも連動。みるみるのびのびアスミル、育ち盛りに飲んでみる。みるみるのびのびアスミル、栄養いっぱい、このいっぱいいっぱいいっぱい、飲んでみるみるアスミール、みるみるミルクに溶かすだけ。飲んでみるみるアスミール、とりとりトリプルぐー、みるみるのびのびアスミール、スミール、育ち盛りに飲んでみる、ピカーン、育ち盛りに、みんなおいしく飲むねばアスミール。初回限定500円、お問い合わせは0120-974875 974875、アスミールで検索。稲妻イレブン、今日の格言スペシャル。みんなの投票で選ばれた今日の格言トップイレブンのエピソードをランキング形式で11月25日日曜夕方6時から約6時間にわたって放送。どんな格言が選ばれたのか、あなたが投票したエピソードは放送されるのか。稲妻イレブン今日の格言スペシャル、11月25日日曜夕方6時。